では続いての歌は一体どのような曲になっておるのか聞かせてちょうだい。もう一曲あるんじゃが、次の曲は歌舞伎物という歌なんじゃな。わしのことじゃな。わしのことじゃな。あなたのことかな。わしのこと。多分二人ともじゃな。わし元祖じゃな。前田利家は終わり、荒子に生まれて元祖歌舞伎者と呼ばれとったけれども、しゃーないでこやつに譲ったったの。違う、歌舞伎者という場所をね。違う違う違う、それを本日歌ってくれる。そうなんじゃな。で、歌舞伎者と申すってな、ちょ、はいはい、分かるよっちも、歌舞伎者どういうものか知っとるよっちも、なかなか知らんものの方が多いもん。そうなんだ。説明したってちょうだい。簡単に申せば、まあ、現世の言葉で言うヤンキーじゃな。あ、これが一番分かりいいわけ。分かりやすい。不良。ちょっと語弊はあるけども、ヤンキーというのが一番わかりやすい。はいよ。もっと、もっと言えばじゃな、突発的な行動をいたすもの、さらには、もう常識外れなことをいたすもの。はいよ。そういうもののことをな。ただそれをあえてやっておったというところにこれ深みがある。そうなんじゃな。そうなんじゃ。お主はどうかしらけど、わしはあえてそういうことをすることによって敵を油断させるという行いもあったわけ。やっとったな。さようなら。俺なんかもうな、槍をこう担いで、そうじゃ、歩いて、うん、なあ、わしの武勇伝じゃな、3メートルぐらいある槍をわしはこうやって上にこうやって担いで歩いて、うん、それで人が避けていくのを楽しんでおったというね。あえてで、さらにじゃな、目が合うだけでやっつけてしまう。いや、もうそんなね、そんなね、歌舞伎もそれには語弊があるな。なんじゃ、正確に言うと、目が合った者に喧嘩を打ったということなんだ。変わらんことやね、知らないか。やっつけたとか言うと、もうわしが一方的に殴ったみたいなことになるだろ。違うんじゃ、目が合った者に対して、なんじゃって言っただけの話。手は出しておらん。同じだわ。400年前はわし手を出しておらん。そこは、いや、やめてちょうよ。いやいやいや、まあまあそういうこともある。あったよ、まあ、そんな歌舞伎ものというものがおるけれども、うん、わしはそれだけではないと思う。お、というのは、うん、一つの信念、まああるわな、それぞれあるわな、けどそれを最後まで貫け通すもの、それこそが真の歌舞伎ものだと思う。わしは素晴らしいこと言っておるよな、あ、そう思うわけじゃん。素晴らしいけども、イエーイはちょっと違うな。イエーイって言うとこじゃないな、うん、で思うんだよ。こうふっと入ってくれればそれでいい。そのイエーイみたいな、表に発散される、ちょっとイエーイ、違う違う違う、お前が表に発散してます。さよう。ちょっといい話をしようと思っとるのに、いつもだから。だいたい曲、もう一曲歌うって言ったら、どんだけ今時が。はい、いかんことになってるよ、いかんことになってるよ。さようじゃってな、まあ、そんな歌舞伎もの、はい、まあ、新年を貫き通すもののことを言うけども、わし普段名古屋城を拠点に活動しておるけれども、一緒に何社活動しておるけども、そんな中、まあ、家臣の者もおる、まあ、観光客の者もおる、うん、皆から学ぶこと、さらにわしが与えたいと思っていることというのがあるわけだ。ずっと貫いてることがわしはある。というのも、笑顔、すなわち愛なんじゃな。反応して反応して。うん、ちょっと、うん、分かるよ。それを大切にしたいとずっと思う。笑顔、笑顔すなわち愛。いや、イエーイじゃないよ。お主も含めてワンセットみたいになっとるよ。確かにちょっと求めたけどな、もう一回ぐらいイエーイってこないかな。いやいやいや、そういう間だったんじゃと、さっきのわしね、おー、それで大切にしとるんだな。はいはい。で、まあ、そういう気持ちというのがもうものすごく詰まっておる曲なんじゃん、歌舞伎ものという歌舞伎ものという曲に。実際にやはり聴いていただくとこれは分かる、分かりやすい。言葉よりも聴いてもらった方が早い。さよ、うん、ではここまでの時間と答えであったということで、早く歌え、ぼちぼち、もうみんな早く歌えと待っとるんじゃ、これは。そうじゃ、もちろん。さよ、もうあちらの方からもう酒のつまみに早く歌えって言われてる。もう一発歌ったってちょうだい。待っとって待っとって、ええ歌歌うから。そうじゃな。よし。さあ、では、水はええか。ちょっと痛い。普段こんなことやらんから、なんか喉乾くわ。そうじゃな、本当は酒でも飲ましてやりたいとこだけども。さあ、いか、酒飲んだらね、喉乾いてまうから。あ、真面目か。どこが歌舞伎ものだろ。さあ、では皆の衆、改めて聞いてちょうだい。前田圭司で歌舞伎もの、拍手じゃ。苦しいな、共に
たちが行こう。うまいものを食べ、鼻から笑い、かぶいてかぶいてかぶいて行こまい。空を舞う自由に生きる。愉快になれば城が立つ、願い城、誇れこの街を。たとえ時がたとうと酒組み交わし、肩を組み合い、かぶいてかぶいてかぶいて行こまい。空を舞う鳥のように自由に生きる。流れる滝も酒になる、舞酒、誇れこの街を。作る、かぶいてかぶいてかぶいて行こまい。明日にはいいことあるさ、素敵な日になる。この街よくなりゃ国変わる、ど真ん中、いやー、ケージ、いやー、歌にあったぞ。なちょいちょいなんか見とると、みんなの視線がたまーにお辞儀に行くんですよ。何やってるんじゃろうなって気になりながらも、たわけも集中力切れそうで、率先してこれをやってずっとお前を見てた。まあ、あんだけこう本番始める前にな、他で盛り上がらないようにするために集中したいと、絶対お互い邪魔しんようにしようなって言っとったのにかかわらず、何やってる。帰ってこい帰ってこい、わしが帰ってこい、わしはそこでおめやさんの歌を聴きたい、うん、そう思ったから思っただけで、別にみんなの方見てこういやーやつをみたいな。お前の歌それをやったら、それ分かってる、それ分かってる、それやっとったらもう笑いが聞けなかったろ、確信犯だ、こんなもんやっとったら、どうだろう、わしは言っとくけど、うん、お前の歌のこの歌舞伎もの、うん、実はどえらい好き。おお、うん、ありがとう。一番の最後で愉快になれば城が立つ、でかい城って言うじゃろ、うん、そういうことなんよな。そうじゃん。あのこれ言ったら申し訳ないんだけど、うん、うちの清正がな、うん、米屋さんをよくちゃかすなんや。これ言っていいのかな、うんうん、その清正の言っとることはある意味不正解だと私は思う、うん、そあやつの場合は、うん、あの言わんほうがいいか、これは言っていいよ、言っていいのか。清正バージョンだと、あの金さえあれば白が立つ、でかい城って言ってるのか。あ、まあ、当たり前なんだ。
言っとることは間違っておらんぞ。間違ってはいない。確かに金さえありゃ立つんだ。でもそういうことじゃない。じゃあしかし地元アイプロジェクト歌えるかっていう話よ。歌えないんだっつって、うん、歌えないなん、まあ、それはそうだってみんな思うだけだ。それじゃそれ以上何も発展することはない。ずっと歌っとるからね。そういうことなんじゃ。ゆえにこの愉快になれば城が立つでかい城、まあ、こういうところにちょっとね引きつけられて、あーええ歌だなと思ってもう全部聴いちゃう。なんか嬉しいな。そのまま出てるな。まっすぐ言うから。だよ。うん。さあ。